県警の要請を受け、事件現場や災害現場で活動する嘱託警察犬。先月開かれた審査会で合格した嘱託警察犬の指導士と所有者に、きょう嘱託書が手渡されました。嘱託式には、先月4日と5日に実施した警察犬審査会で合格した嘱託警察犬66頭の指導士および所有者30人が出席し、菅谷弘武刑事部長から嘱託書が手渡されました。そして菅谷刑事部長が、警察犬による匂いからの操作は極めて優れた嗅覚を持つ犬だけができることです、安全で安心して暮らせる街づくりのために積極的な出動を期待しますと挨拶しました。これを受け、指導士を代表して田島菊夫指導士は、心を新たに訓練に精進し、現場に強い警察犬づくりを目指していきたいと決意を述べました。また今年もですね、1年間新たな気持ちで一生懸命ですね、県民の治安維持に協力したいというように考えております。今年で56回目の心新たな1年が始まります。だから55回はもう切り捨てて、56回目ですから1回目のチャレンジで1年間頑張りたいと思います。嘱託警察犬と指導士は、来月1日から1年間県警からの依頼を受けて、事件の捜査や行方不明者の捜索などの任務に当たります。